どもしばらく見ぬ間に小賢しい面になりおった。目を離せば我に火を向け不損を働く。邪神の慈悲にすがり名脈を保つばかりであった長き時代をお前たちは忘れ去った。恩知らずなサールどもよ、闇に白示す凶魔皇帝ダグラダイの力もて邪神の再臨を賜らん暁、もはや安らうこと許されず。しからばダグラダイ陛下よりことづかりし、最後にして究極の命を伝える。服従か死か、射撃準備をつてため、我は鬼殺重鬼王坂幕火炎の支配者炎のゼドニア。
行。
力称賛にお対する。だが無意味だ。我が灼熱の煉獄を打ち破りし者、竜の一族とて一人もおらん。苦労式炎の記憶がただ残り、記憶がただ繰り返されるのみ。
Thank you.
あるのごとき人間どもに炎を授けたのは誰か。誰か、誰あろう、このゼダニアスに他ならん。そいつは初耳だ。赤子のごとく無知な忍者よ、お前は何も知らん。我が大使炎、それは人間どものなけなしの夢であった。だがお前の先達竜の一族はその火を消し去ろうとしたのだ。愚かなこととは思わんか。さあな。因縁深き忍者の一族、竜の一族の末裔は地獄の豪華をその身にまとうがいい。その炎の浄化を受けよう。熱い熱い。